今日皆さんにお伺いしましたのは、この3月に3周年になりますので、タンポポ社でパンフレットを出すということにしていただきました。でその原稿です。これはほぼこの形で出したいと思っておりますけども、でそれのうち の1ページと13ページから後の話ですが、2ページから12ページ分は前回発表しましたもの、今お配りいただくと言っているその資料の部分ですね、それがそこになるかと思います。非常事態の前回のは1号機の話で、非常事態との認識なく ECCS を何度も止めた。それから 2号機の場合では風向きを考えず弁として福島県民を被爆させたと、この話が前回したわけです。で今日はその続きなのですけれども、データの空白の15時間すでに最終段階だった3号機という話をしようかと思っております。でそこで3号機なんですけれども、3号機は1号機2号機の場合、このトレンドデータと書いた図が14ページ15ページがありますけど、1号機2号機にも同じような形のものがあるわけです。で1号機2号機の方のこの図は非常に読みづらいものでして、で結局のところどの事故調もこのトレンドデータは無視したのです。で無視してその後に東電が発表したものを事実だとして4つの事故調の評論しているわけですね。でところがですね、それは東電の嘘っぱちがいっぱい入ってるです。それで東電に有利なように全ての事故調は判定したというわけです。ところがこのトレンドデータっていうのは最初のこの1ページのところにも書きましたけども、11年の4月4日に IAEA に報告したものです。僕はここに注目したんですね。この時にはまだ東電がこの事故の評価が何にもできてない、要するに事故の真っ最中というわけです。でそういう時に保安院と原子力機構ですか、これは、どこだったかな、基盤機構ですね、基盤機構が IAEA に報告するって言ったら、何を隠してよくて何を隠したら悪いのかなんていう判断がまるでできてなかったと。したがってこれは作成者のミス以外に疑惑はないという前提で、これを議論しようということにしたわけですね。それが当たってましてね、この中からいっぱいのいろんな事実が見つかりました。でそれは全ての事故調が無視している、または気がついていない、そういうものだったわけですね。で1号機2号機はそういう意味で相当深くこれを読み取れたのですけども、3号機です。このデータそのものが何がどうやらさっぱり分かんないという途切れ途切れでもあるし、でしたがってこれを読み解くのは非常に苦労をしました。でやっとのことで3号機のこの2つのトレンドデータ、17日までのと30日までの読み取れたので、報告ができるという段階に入ったわけですね。ちょうどそれがこの3月に間に合ったということになります。それでまず3月11日ですが、地震があって、そして制御棒を入れて原子炉を止めて、でそしてところが停電になってしまって、温度圧力水位などの自動計測、これができなくなってしまったんです。だから計測できなくなったものですから、この14ページの図にもありません、空白とかで空白になったわけですね。何にも測定できてないっていうところがあるわけです。だから何にも測定できてないから、このさっきの
作図した人は書き込むことができなかったというわけですね。それが1号機2号機の場合は7時間です。とか3号機の場合は15時間です。 なぜ3号機は1号機2号機ができたことができなかったのかというのがまだよく分かりません。これはの向こうとのこれからの交渉で分かってくることだと思いますが、その事実は自己調の誰に書いてないんですよね。非常にこれ基本的な部分だと思います。でその空白がありまして、そしてそれから後ですが、あの15時間後にあの測定ができるようになります。でどういう測定をしたかというと、あのケーキにあの電池を持っていって電池を差し込んで、でデータを読み取るという人力分娩ですね。あの自動計測じゃないのです。5分ごとにそれをやったというのをあの、の運転員たちが後での告白しているわけですね。記者に対して私の仕事はその測定することが仕事でしたと言ってるわけです。でその測定したその値を見てみると、あの13ページの右のところにも書きましたけども、データが2つ出てきてしまった。水位も2つ、圧力も2つです。で、あの2つ出たのですが、この1図の3の1図の方の17日までの人はそのうち1つのデータだけを書いて図を書いた。だからまあ、ね、まあ、なんとかつながって読めるわけです。ところがこのその図の2の方、これはあの3の2と、まあ、1の2、2の2、3の2も2の2、3の2ということになりますが、これはあの2つ書いて、この3の1、この15ページの図の方でいうと三角印が圧力です。それから丸印が水位です。でそれを2つの C という圧力計、 B という圧力計の値、このそれから B という水位計と A という水位計の値と2つどっちが正しいか分からないから両方書かなければいけないと、この製図作図した人は思い込んだわけですね。これでいろんなことが分かったわけです。あのと言いますのは、2つの値が出るということの意味、これはあの原子のこの圧力だとか水位だとかを測る機械を知っている人なら、装置を知っている人なら分かるわけですね。どういうことになっているか、体気になるとあの圧力を測るのに用いた凝縮層っていうのがありますけど、凝縮層の水位、それが蒸発するものですから下がっちゃうと、そのために圧力の方は水の測る方の凝縮層というのが水位が下がるものですから、こちらの圧力は低く出る、低く見えると言った方がいいですよね。低く見えてしまう。で今度は水位の方はこの基準になる方は下がるもんですから水位は上がって見えてしまう。でそのことであるということは、あのこのその圧力計、水位計の構造を知ってる人なら分かったんだけども、その重要な事実を全ての自己調は無視しました。無視したというか分からなかったというか、どっちかでしょうね。でそこで2つ出てるということはすでに空炊きがあるということということがこの図から分かったんです。で2つあるところから探してみると、そうするとこの空白の後、あのその15時間経った後ですね、だから午前の7時頃ということになりますけど、午前の7時頃に測から後測定したものはみんなデータが2つだと。でこれをの装置が故障したと規制委員会などは判断したようですけど、故障なんかしてなかった。正しい値を、その装置としては正しい値を出した。しかしそれが誤った表示だったというふうに過ぎないわけです。で、2つあるということから分かるのは、すでに空だけであるということが分かるんですね。で、すでに空だけであるということが分かると、
のどういうことになるか、どうなるかと言いますと、もう最終段階ですよ。あの1号機の方、1号機もそうだったんですが、あの7時間後に測定できた直後に測ったのが2つ水位の水位が2つ出る。で、2つ水位が出るということで、これはあの体が来たということ。だからそれは7時間後、11日の3時ちょっと前に事故が始まるの地震があって、そして夜の10時にはもうあの体が来になっている。それも1号機です。で、3号機の場合は15時間後、だから12日の午前の7時頃にはもうすでに体が来になっている。で、すでに体気になっているということについて重要な事実なのに、あの全ての事故調はそれを無視してしまった。で、東電はじゃあ何をしてくれたかというと、ここに詳しく書いてありますので後で読んでいただければいいんですが、東電は、その時にあの働いていた ECCS が2つある。で、1つは隔離時冷却系という ECCS です。それからもう一つはあの高圧注水系という ECCS です。で、隔離時冷却系という ECCS のあの非常用炉新冷却系といいますあの ECCS ですが、でも非常用炉新水というのは炉新ですね。あのもしその次の3番目ECC の C はクーリングですか、冷却する。で、 S がシステムということ。で、それはあのどういう構造をしているかというと、原子炉の圧力の方が高い。で、格納容器のにつながっている、まあ格納容器の一部と言ってもいいですけど、サプレッションチェンバー、あの圧力抑制室っていうのがありますが、圧力抑ドーナツです、いわゆる。で、そのドーナツ型の水槽ですけども、そこのあのとの圧力が低いわけですから、その圧力差を利用しての動力を取り出す。そしてその動力であの圧力抑制室の水や、それからあのあれは複水貯蔵タンクっていうのがありますが、そこの水を原子炉の中に注ぎ込んで冷やすという構造をしているんですね。で、そういう隔離時冷却系というのを運転した。で、ところがそれが止まっちゃった。で、そこでのしょうがないからって、今度あの圧力抑制室に違った高圧注水系というのを運転した。で、高圧注水系もこの構造は同じでして、あの隔離時冷却系とちっとも変わってない。高圧を利用して、あの銅の水を汲み上げるというのポンプを持っているわけですけども、あの違うのはブースターポンプがついているだけ。ブースターというのは補助ポンプですね。補助ポンプがついているだけで、そのついていることによって隔離時冷却系よりは余計に水を注ぐことができる。で、それを入れたと。で、それもうまくいかなかった。で、失敗したんだというのが東電のストーリーなわけです。ところが違うんですよね。隔離時冷却系はあのとっくの昔に圧力が下がってて、原子炉の高圧とそれからの圧力抑制室の低圧との差であの水を汲み上げるわけですから、原子炉の圧力と隔離の圧力抑制室の圧力が同じになっちまったら、同じぐらいの大きさになったら水を汲み上げる能力がないわけです。それにもかかわらずあることにしてストーリーを書きました。で、なぜそのあることにしてストーリーを変えたかというのは、それはあの何にも ECCS が働かなかったんじゃ、この事故一体何だっていうことをみんなから非難されてしまう。だからあの働いたんだけどダメだったんだという形にストーリーにしたのが、あの向こうの東電の発表だし、それを全ての事故調は昭和したの、その通りだとか言ってやったわけですね。どれもこれも同じような感じです。で、ということになって全然間違ったことを書いてる。だから今後のこの 3月にあの担保者で出すあのパンフレットの中ではまるで違うんです。つまりの楽に立たなかった ECCS と
というわけでして、それはあのここの目次のところに見ていきますが、使い物の中の 来月 話をすることになると思います。これでも科学技術かということ これはこれまでも何回も部分的には話しましたので、まとめてお話しすることになるかと思いますが、使い物にならなかった技術です。で、今回使い物にならないんですね。で、そのことをこの第3章で書くことにします。ともかくの原子炉が底抜けして、そしてそして全然どうすることもできないまま事故を終えてしまったのです。で、ここの砂を来月お話しする使い物にならなかった ECSS のところでお話しすると思います、しようと思うんですが、今ここでそのことについて少し話しておきますと、原発の事故は2種類ある。で、1種類は冷却剤喪失事故である。で、もう1つは臨界事故である。この2つが代表的な原発の事故だということになります。で、冷却剤喪失の事故の時には通常の運転の冷却系を全部止めて、で、非常用の例の EC の先ほど言いました ECCS です、非常用炉新冷却系だけで冷やす。そうすれば原子炉は安全の大事故にはならないで済むのだっていうのは原子炉工学の哲学だったわけです。要するに原子炉工学はなぜ物理学者が最初に原子炉というものを提案をしたわけですけども、その後原子炉の技術を提案したわけですが、それを実際の形で工学として成り立たせた時に、事故になった時に防ぐ方法、それは ECSS に頼るということだと。で、今回それがどうだったのかを見てきたら、まるで ECSS なんか無視なんですよね。で、無視の典型的な例は典型的な例というよりもこのシステムとして先ほどの原則通りになってなかったんです。で、その原則通りになってなかったのはいくつもありまして、この隔離時冷却系というんです。この隔離時冷却系というのは原子炉を隔離した時、その時に冷却する機械です。で、原子炉を隔離するなんてことはしょっちゅうあるわけです。それはどういうことかというと、タービンを止めてなんてことをやることはあるわけです。その時に原子炉を隔離するわけですね。タービン系と原子炉系とない。その隔離した時に冷却する方法だ。いや、普通でも使うわけです。で、考えてみれば普通でも使うものを ECCS として転用した、それが隔離時冷却系です。ですからだから隔離時冷却系と書いてありましてね、これは非常用なんて言葉そこに書いてないんですよ。非常用であるってことは、ただし非常用にも使う ECS だから転用、共用の ECS です。で、共用の時にはどうしなければいけないかというと、普通に使うのと事故の時は違うと。で、普通で使う条件は一切遮断して切り離して消去して、その代わり原子の非常用の時に使う使い方で使うということになるわけです。ところがです、隔離時冷却系はですね、一生懸命運転員が入れるんです。だからプツンと止まっちゃう、自動的に止まってしまうわけです。なぜ自動的に止まるかというと、普通使う条件で止めてしまう。そういうことを何度もやって失敗してるんですね。2号機3号機は2号機は失敗したんだけど、なんとかそこをすり抜けてその時はうまくいったんですが、3号機はそれを失敗してしまいました。で、1号機の話はもう一度思い出していただければいいと思いますけども、1号機の場合はどういうことかっていうと、非常用複水器ってやつです。非常用複水器というのはこのイソコンといいますが、アイソレーションコンデンサーですから、
こう隔離した時に冷やす装置なんです。イソコン IC といいますけど、でイソコンはのやっぱりさっきと同じです。あの原子炉の冷却系と切り離した時にイソコン使って冷却するというわけですから、普通の時に使うわけです。で普通の時に使うのに使うのにですね、これを事故の時に使うのに転用したわけです。だから IC には非常用という言葉が入ってないんですね。 ですけども非常用にも使うわけですから、非常で使う時にの条件をしっかりしておなきゃいけなかったのはそれをしてなかった。したがってあの IC が入るんです。自動的に IC が自動的に入ったら、運転員がでそのマニュアル見て、これ通常運転のマニュアルです、通常運転のマニュアル見てこれに感じて切っちゃうんです。でせっかくあの1号機の場合はそのイソコンが自動で入ったのに、運転員がこういうのマニュアル見て切ってしまうってことを何度もやった。だから1号機はそれで水が入らなかったので事故になってしまった。で2号機の場合は今度逆です。隔離時冷却系が自動的に入る、入らないんですよね。従って運転員がこれいかんっていうんで人間の手で入れるわけです。ところが機械は自動的に切っちゃうということが続いたわけです。これでまた冷却できないということになる。でまあそういうことを含めて、そういうことを考えると、その先ほど共用というのが非常にまずい。で1号機も3号機も失敗した理由はその共用の失敗から始まるんですね。で共用の失敗から始まるんですけども、1号機にしても3号機にしてもそうですが、東京電力にこの ECCS を使うという考え方はまるでない。でそれを使わないで消防ポンプのを使って水入れるなんていうことを一生懸命やったわけですよね。これはもう断然間違いです。冷却剤喪失事故があった時に対策は ECCS で行う。それに徹底してそこに集中したら今回3号機も救えたのです。でそれをしなかったんですね。だからそれはこの文章は後で読んでいただきたいと思いますけども、2号機もそうです。で ECCS を使うのでなくて消防ポンプを使うというところに間違いがある。でそれは普通消防ポンプなんて普通だって使わないんですよね。まあ消火器系から水を入れるという消火器系のパイプを使って水を入れるっていうのはありますけども、それは通常だってそんなことをしないだっていいのに、まあそういうことも作ってはあった。でそれを使って入れようとしたんですけど、消防ポンプで水を入れようと思うと消防ポンプの圧力はせいぜい30メートルとか40メートル高さ、3気圧とか4気圧 の圧力しか出せないもんですから、したがって原子炉の圧力なんか取って変わらない。でそこで出したかというと逃し弁開いて圧力を下げるということをやるわけです。逃し弁使って圧力を下げるって一体何だというわけですね。圧力を逃し弁使って圧力を下げるということは、これは大口径破壊対談と同じです。要するに原子炉が事故を起こしたと、事故を起こしても圧力が下がらない場合、要するに隔離がしっかりできている場合だ。でだからその時は水が漏れないで済むんですが、水が漏れなくたって原子炉で発熱してますから、原子炉の中の水は蒸発してなくなるわけですからね、水を入れなきゃいけないわけです。でそのために先ほどの IC 非常用腹水器っていうのもあるし、隔離時冷却系というのもあるわけです。だからそれは IC と隔離時冷却系は事故が起こった時、水が流れ出していない時に使うもの。でその次に高圧注水系ってのは何か、小口径破断って言いまして少し水が抜ける時に使う。
で、あの大量の水をぶち込むわけですけども、ね、大量って、まあ、それに昇降系というのに対応して大量の水をぶち込む。それから今度は低圧注水系というのがあります。これは大口径破断、もう原子炉がもうめちゃくちゃに壊れちゃって水が完全に抜けそうになった時に、少なくとも原子炉の中だけは水を入れるというのが低圧注水系。これはあの大口径破断、この再循環ポンプなんていうのがありますけど、再循環ポンプというようなものが壊れちまって、あそこから水がバーッと流れ出してしまったなんて時に使うものです。例えばあの少し前に福島の第二原発の3号機で再循環ポンプが壊れた事故がありましたけども、あの時危なかったんですね。再循環ポンプが破裂して水が大量に流れてしまう、こういう時に使うのがそのあれです、低圧注水系なわけですという ECCS なんです。で、だけども先ほど言いました逃し弁開いちゃったらそれと同じことになるわけですよ。原子炉の中の水を全部抜いちまうと同じですから。で、そしといて原子炉の中に消防ポンプで水入れるっていうのはナンセンスなことをやってくれた。今回逃し弁を開いたことと、それから消防ポンプで水を入れようとしたこと、これは何を言ってるのって、原子力工学のそもそもの発想をそこでむちゃくちゃ壊したわけですね。ところがの全ての自己調早もっと早くの逃し弁を開いて、もっと早く消防ポンプを使えばよかったんだなんて言ってます。もう原子力工学っていうことのそもそもの原子炉の安全ということをそもそも忘れてしまって、この事故が起こった時どうやって対策するかを一生懸命考えて、そのイソコンと隔離事例やって、要するに水が漏れてない場合で、水が少し漏れてる場合、水が大量に漏れた場合と、この3つ分けてその事故を対応しようと思ってることになってるのに、それが全然使われてなかった。でそれがこの来月話します、その役に立たなかった ECCS なんですが、そこの中身に入るために事実はどうだったのかというのをここのところで1号機2号機3号機でそれを事実はどうだったのかというのを書いたわけです。で、まあ、あとは見ていただきましょうか。原子炉の底抜けはもうすでに起こってしまっているのに、底抜けに気づかなかった。その気づいていればまた対策のしようもあった。だから1号機2号機3号機共通で言えることは何かと言いますとね、原子炉の中が測定できてないんですよ。それが一番、原子炉の中の温度の測定ができてない、圧力の測定ができてない、水位の測定ができてない。で、その水圧力の測定と水位の測定ができたら、それは信用ならない、2つずつ数字が出てきてしまった。それからまた格納容器の圧力の方が原子炉の圧力よりも低く高く出ちゃった。要するに原子炉の方が圧力が高くて、そこには燃料がありますから、で格納容器の方が圧力が低いってのは常識なんですけど、測ったデータを見たら原子炉の方が低いんです、圧力容器。そんなことになってしまったり、もうむちゃくちゃなことが起こった。だけどむちゃくちゃなことが起こっても、その中身、そこで何が起こったかの物理をしっかりと判断したら、この事故は防げた。で、要するに何にも分からなかった、どうしていいか分からなかったんだけれど、まあ、それが一番そのですね、非常事態に違った。基本データの計測不能が大事故にしたっていうのはそうだけども、計測不能が大事故にしたけれども、しかしこの得られたデータをの意味をの物理をしっかり判定していれば、この事故は対策ができたわけです。その時の対策の仕方は唯一 ECCS に頼るということで、今回の1号機2号機3号機3つの通して出てきてくることは、原子炉の水が大量に格納容器に流れてしまったのに、
低圧給水系を使わなかったことです。要するに滝の逃し弁を開いたということが大口径破断をすることと同じだという発想がなかったから、消防ポンプで一生懸命水を入れようとした。そうじゃなくて電源を確保して水をECCS で入れることで防げたはずだということが一号機二号機三全体として言えることになります。でそこでですね、時間もありませんので、この事故の3号機の冷却剤喪失事故というのはここで 一応の終わりにします。ちょっと質問がここに満杯で ありましたら、3号機の話またこれをお読みいただいていない上で私の話だけから質問があれば質問していただけますか。冷却剤喪失事故の話はここでおしまいにしますので、あその次やるのは臨界事故の話になりますか。はい、当然のテレビ会議を見るとバッテリー来てるのに、バッテリーがもう届いてるのにのんびりしてるんですよね。はい、そうです。あと無駄なことやっても無駄だ、そんなことやっても要するにバッテリー来てるのに、うん、そんなことやっても無駄だって動画が響くんですよ。で私調べたんですけど、うん、もうトラブルは高圧給水系でもう集中して起きてるんですね。はい、だからこれ最初から、うん、使ってなかったんじゃないかっていう仮説が立つんですけど、はい、これ動かないと最初から。ですから、ね、可能性どうでしょうか。高圧給水系はだからみんな水が少し漏れた時に使うもの、はい、高圧状態ですからね。で高圧給水系のは電池いらないんです。あ、そうかそうか。はい、ですから原子炉が高圧でやって格納容器、それが圧力抑制室、格納容器と下のドーナツ、はい、これの圧力がこれつながってますから同じものですけども、でこれが圧力が低い時にはこの圧力差を利用して水が原子炉の中に入れられる。だから従って電池はいりません。ブースターポンプを使いますけれども、ブースターポンプは水の量を増やすのに使うだけで、核磁冷却系と高圧給水系は同じなんです、そういう意味ではね。だけども逃し弁を開いてしまったり原子炉が底抜けしてしまってから、あとは原子炉底抜けしますと原子炉の圧力とその核の容器の圧力が同じになってしまうんですからね。高圧給水系は使えない。でその時には電池がいるわけです。でその電池はここにも書きましたから、あここに書いたのも書きましたね。あ1号機2号機のところですもっと詳しく書いたので、ここにはあんまり書いてありませんけれども、届いてるのです。東電の本社が東芝に頼みまして、東芝が蓄電12ボルト電池を1000個集めて、私の自分の東芝持ちをそれを送ってきた。で小名浜まで届いた。その次に小名浜からも届いた。そのうち320個はもう本当にすぐ届いたんですね。だから2号機はそれで間に合ったんです。2号機事故には完全に間に合った。3号機事故もここには少し書きましたけども、ギリギリ間に合ってるんです。で1号機はもちろん車で運びましたから、菅総理の言うようにヘリコプターで運べばもっと良かったんですけども、ヘリコプターで運ぶなんていうのは笑い飛ばしちゃって無視したわけですね。要するに東電ってのは不思議な、東電っていうか原子力村の人たちは不思議なことで、他人の言うことは絶対聞かないんですよ。自分たちの村で考えたことしかしない。他の人が言ったらそれはダメだってもう鼻から当てにしないんですが、今おっしゃったように低圧になった時は低圧給水系を動かすのは動力がいるわけです。でその動力に電源がいるわけで、だから電源回復をとことん大事にしなきゃいけなかったんですが、電源回復は結局のところ回復したけど何もできてないんですね。で電源回復しまして意味のあることをしたのは3月19日になってからでして、温度が測定できるようになった。で温度が測定できるようになって、その温度を測定したら軒並み300度を超えてる。
300度ってのは空だき以上ですね。あのコップに、そうですね、250度の温度で40気圧ぐらい蒸気圧はですから、あの300度なんて言いますと原子炉の圧力よりもずっと大きな圧力、そんな圧力到底できないから、これは空だき状態ということになるんですけども、そのそれがやっとのことでそこでいやー空だきだったって分かるというのナンセンスなことをやったわけですね。の動力用の電源を確保するということについて、あの真剣に考えている様子は見られないですね。質問のされた通りのことです。他には何かありますでしょうか。それでまた思い出したら後でしていただくとして、今度はあの臨界の方にします。今回 あの福島の事故で核 その冷却剤喪失事故であるということについては、そのあれが全ての事故調は強調しないことにしたようですね。そこでその柏崎 あの新潟県の知事が怒っちゃった。今回の事故は臨界喪失の違ったの冷却剤喪失事故だよって新潟県の知事に言わなければならないほど日本の原子力工学は情けないです。あのしっかりと臨界というのが冷却剤喪失の事故であるということを言えば ECCS という言葉が頻繁に出てくるはずなのに、それをやろうとしなかったというわけですが、しかしもっと違う事故もあった。それは臨界事故です。でここでそこであのこのこれはあの福島原発臨界爆発事故の詳細といって第2章に書くことにしました。あのこの臨界事故でだからあの新潟県の知事がこの事故は冷却剤喪失事故だとこう言わなければならない、強調しなければならないに加えて、福島原発事故というのは臨界事故もあった、それが非常に重要な出来事になっているということをあのこの次の話をしたいと思います。18ページですね。で、これはあの3号機の話なんですが、3号機はの3月14日11時1分です。あの16ページ3号機建屋でオレンジ色の閃光の後 500m 垂直黒煙爆発瓦礫の瓦礫噴射と書きました。でこれはあの、20ページのところにあの写真が出ています。でここであの塔が立っています。日本3号機 の両側に。でこれはあの高さが120メートル、したがってこれそれから考えて4倍の高さですから500メートルということになります。垂直に500メートル吹き上げたのですね。でこの時に瓦礫があの多数吹き上げています。でこれはこういう現象が起こるのはですね、瓦礫を吹き上げたからこういう現象が起こるんです。つまり瓦礫をドンと吹き上げて、ちょっと瓦礫が空気を引きつって上がるわけです。でその高さが500メートルというあの、だから瓦礫を吹き上げたということはどういうことか、三段の鉄砲と同じです。三段砲というのは三段が飛んでいきますね。その三段が飛んでいくので引っ張っていくわけですが、爆発鉄砲の中で爆発する。で火山も同じでして、火山もドーンと吹き上げてああやってまっすぐシューッと上がる理由は何かっていうと、あの火山弾が飛び上がるからです。通ずで高さが出てるわけですね。だからあのこの現象は機体がまっすぐ上へ飛び上がった現象というのでよりはむしろ弾が500メートル吹き上がった出来事ということになります。でこれはあの10秒後 の写真だそうで、あのでそのそういうあの爆発があの3号機で
14日の11時にあったわけです。その11時のこの時に東電はこのことに関してこれを水素爆発だと決め込んでますから、水素爆発だということ以外一切隠したんです。ところがです、隠しきれなかったのが、でそれがテレビ会です。そのここでの最初の頃これを書いてた頃はテレビ会議もしっかり読めてなかったもんですから、中身までわからなかったんですが、テレビ会議を読めばその事実がしっかりして、だからそこで疑惑のこの1ページのところに書きましたけど、疑惑の少ないトレンドデータ1と、それから重要事実が点在するテレビ会議2というのを証拠に挙げることにしたんです。で、その中にテレビ会議の中で非常に面白い言葉がいくつもありますので、それを順番に拾っていきます。11時このオレンジ色の閃光がの町に垂直 500メートルの黒煙爆発が起こった。でその前です。この事故始まるのは6時頃から始まるんですね。14日の6時頃正門付近で中性子の異常がどうやら見つかったんです。で6時半まではその中性子の値を 0.001 マイクロシーベルト h 時間あたり 0.001 マイクロというのになるわけですけども、6時40分から8時40分は中性子のデータ発表しないんです。そしての8時50分になりましたら、今度は中性子のデータを0マイクロシーベルトに変えるいきなりこの 0.001 が0になるんですね。こんなへんてこなのはないわけです。ですけどもそれはちゃんと発表にした。そしておいてその0マイクロと言ってる途中で11時01分にこの爆発事故が起こるわけです。爆発が起こるわけです。でその爆発の前に閃光、明るい光がバーッと出てますね。テレビでそれを見るわけですけど、見たらこれをその色がオレンジ色、真っ赤ではありません、オレンジ色です。黄色でもありません。でオレンジ色を出す温度は何度ぐらいかって言ったら3000度ぐらいです。だから3000度 の温度のあったと。でその3000度はもちろんその使用済み燃料プールの底でそういうことが起こったんでしょうけども、それが光が強烈な光が出て水蒸気に反射して反射して映ってでオレンジの光が出て、それからドーンとこうやる上がるわけですね。でそのパソコンをいくら操作したってそのままなんか捉えられません。スーッと動かせば見えるんだけど、その場所だけを撮ることは僕には不可能でした。上手な人ならその場面が見つかるのかもしれませんけども、本当の瞬間的でしたね。でその時にですが、テレビ会議で何を言ってるか。11時2分、吉田所長、大変です、3号機多分水蒸気爆発だと。で爆発が今起こりました、264ページという発言になるんですね。ここでもはっきりしてます。そのテレビ会議を翻訳した人は宮崎智美さん他2人、朝日新聞の人らしいですけども、この水蒸気爆発という言葉にこだわりました。間違えたんだろう、しかし間違えたのじゃない、これはもうこの6時からこの出来事が起こっているわけですね。中性子が異常になっているわけですから。で中性子が異常になっている理由は臨界だって誰だって分かるわけです。
で臨界があって、次に心配なのは何かって言ったら、その臨界の熱で、臨界で核爆発するか、もう一つは臨界の熱で水蒸気が爆発するか、どっちかで。でまあ、そのあたりを議論をやはり発電所の中にしてたのでしょう。水蒸気爆発が起こりました。本当の気持ちがここに出てるんですね、吉田所長の。これが本当の気持ちであることを理解するのは、そのこの中身を一生懸命してた私にはできることですけども、このテレビ会議を翻訳したで出版した人には不思議でしょうがないという書き方でしたね。でそこでその次に今度は核分裂とそれに伴う水蒸気爆発についての議論がなされていたから、そういうことをつい話してしまったという表現の仕方でここに書きました。でその次に11時3分に今度は保安員がこのテレビ会議に入ってくるわけです。この部屋の環境ですが、ガンマ線量は変化ありませんが、中性子が検出されています。 0.02 マイクロシーベルトです。それはどういうことかというと、これ免震重要棟にいるんですね、この人は。でここの環境ですが、ですから免震重要棟の環境です。で東電の発表するのは、東電のモニタリングポストは全部の使い物にならなくなって、そしてモニタリングカーで測定してますというのを発表してます。でモニタリングカーで発表しているものだけかと思ったら違った。免震重要棟でも測定してた。これはこのテレビ会議を読んで初めて分かることです。でしかもその値まで出てる、 0.02 マイクロシーベルトです。これは11時1分のデータということになりますね。でそこでその12時6分に小森常務が、中性子がちょっと出ている、絶対量が分からないけど本店出てる3号だね、テレビ会議の265ページということになって、本店も中性子問題についてしっかりとの理解をしているわけです。でその後今度11時10分に保安係班がまた発表した。中性子は限界帯に戻りました。ほっとしたんですね、この人は。11時10分にはで、そしたら今度は11時29分に高橋ペロ、ペロって何ですかね、原子力で一番偉い人のこと言うんですかね。でその人が、水素爆発かどうか分かんないけれども、国なんか保安員が水素爆発と言ってるからもういいんじゃないの、この水素爆発で。でこれで全部その後統一したと、こういうことになります。要するに中性子なんかもうどうでもいいや、こっちでこれでいこうと。でそれに対してやはりまだ納得できないのは吉田所長ということになりまして、吉田所長は 1F に、 1F っていうのはこれは第一発電所のことですけども、それは MP はまあ何だろうって保安班に聞くわけです。そうすると保安班が答えるんですね。78については構成されていませんけど、数値だけはあったような気がします。あったっちゃうです。つまり78っていうのは7P と 8P です。でそれはM などと M8 かのモニタリングポスト87番、モニタリングポスト8番、と4箇所あった。そのうちの1箇所のモニタリングカーだけ、しかもそれをごまかして発表するということを向こうっていうか東電はしているわけですね。で5月28日この右の19ページの右の上の方見てください。中性子データ改ざんします。で0.01 マイクロシーベルト以下としていたものを数値上げちゃうんです。0.01 マイクロシーベルトにします。
するとこれ以下で何が起こってても全部この範囲の中入っちゃうんです。でしかもこれはですね、その下の方に書いて19ページの真ん中ぐらいの右の真ん中、2分刻みの発表数です。2分刻みの発表をしますと、これ連続で取れますからね、この自動で取るわけですから、モニタリングカーは自動でちゃんと取れてるかどうか知りませんけども、モニタリングポストとか免震重要等で測ってるのはもう連続して取れてるわけです。で、1分の話を抜くために11時00分と11時02分とそれを発表するんですね。で、11時の01分はないことにする。ところが11時01分はすでに保安班が発表してる。0.02 マイクロシーベルトステラです。だから隠しちゃう。この11時01分の値を隠して、全部ずっと最初から最後まで 0.01 マイクロシーベルト以下とか未満と書くわけですよ。でそういうものはずっとあったので、こういう事故はなかったんだという話にしてしまってます。でこの3号機の爆発、これは核爆発、まあ私はこれを核爆発と言ってなくて核破裂と言っています。でなぜ核破裂というかというと、中性子照射実験というのがあるんですよ。中性子をウラン燃料に当てる。でそうするとどん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 その中性子の量を増やしていくと、最初は何にも起こらないんだけど、あるところまで来ると臨界が起こるわけですね。でそれでもさらにそれ以上に中性子を当てていくと、お餅のように割れるのです。膨らんで割れる。でだからこれが破裂現象ということ で、それ以上の実験は中性子を照射するというのではできていない。もうギリギリ限界のところまで、ウラン燃料がお餅のようになる。でその次は破裂になるわけで、でその破裂現象が起こったから3000度まで上がる。3000度まで上がって破裂現象、要するに3000度というのはウランの酸化ウランの融点が280度ですから、融点を超える温度です。で融点を超えて、だからお餅焼いてるのを想像しながら考えていただければいいんですが、融点を超えてふにゃふにゃになるわけですね。でそれ以上になると今度はそれが2800度を超えると今度は破裂っていう状態になるわけです。だから破裂っていうことを、ただし気体にはなりませんから爆発ではない。そこでしかし吉田所長と私とは考え方が同じで、それによって水蒸気が爆発するという考え方で、意外と吉田所長は正直な人です。まあだから正直だっていうか、この時にはそうだったんでしょうね。でそこでその補足というのを聞きました。理化学所が研究所が原爆を作ろうとしていました。西田原爆というと、どういう原爆を作ろうとしているのかはここに書きましたけれども、その 10% の濃縮ウランを作ろう。で 10% の濃縮ウランを作って、これで水で減速した中性子を当てると、その熱で水蒸気爆発ができる。でこれがまあ理研の原爆ですけれども、この理研の原爆はアメリカ軍に占領されて理研に調査に来た。でお前たちどんな原爆を作ろうとしてんだって言ったら、理研の職員が水で減速して破裂する原爆を作ろうとしてましたって言った途端に、係員はもういいっつって聞かなかったっていうんですね。バカバカしいもの聞いてもしょうがないからです。つまり原爆というのはウラン燃料が気体になる爆発です。核爆発というのは、そうすることができたから、水なんか使わない原爆だから、飛行機で運ぶことができて、アメリカはそこまでやってたのに、日本はまたなんだそんなとこかって言って、でその水を使う原爆、水蒸気爆発の原爆というような
アメリカもその段階がありまして、アインシュタインとシラードがそういう原爆を作ろうとしたっていうのがあるわけですね。でところが残念なことにですね、そのそういう調査に来たってことまでは僕は頭の中に覚えているんですけども、理研にいた頃の話ですね、すっかりどこに資料があるのか忘れてしまってなくしてしまいました。誰か探していただければいいと思います。まあそういう原爆です。でそことその関係で考えると、北朝鮮の原爆どうやらこれらしい、要するに水を使う原爆です。それはトンネル作って臨界を起こして、その臨界の熱で水蒸気爆発させりゃできるわけですからいいんですけども、それが大の爆発の時の北朝鮮の発表がおかしかったことがありましたよね。もうちょっと出力が上がるはずのところがちょっとしか出力が出なかった。だからちょっとしか出力が出なかったのは、この爆発をどのぐらいの爆発威力があるのかをあらかじめ計算するのが難しいからだと思います。アメリカのだから北朝鮮の原爆をアメリカちっとも怖がってないんですよ。そんな原爆あったってしょうがない、はどうせ運べないんだ、ただ運べないんだと言うんですけれども、ゲリラなら運べるんですよ。でアインシュタインとシラードがの作った原の作ろうとアインシュタインのルーズベルト大統領に提案したやつがこれですね。船でもって言って運んで港湾を破壊することができます。水は現地調達です。つまりウラン燃料 10% の濃縮ウランを持っていって水の中に次々と投げていって、ある程度投げ終わったところでそこは臨界になってドンってやってくれて、港湾一つ放射能で潰すわけですから、そういうのは作ることはできますけども、飛行機で運ぶことはできないから、アメリカはそんなのは今大した問題ではないと思っているのではないかと思われます。でその最後のところになりますけども、3号機の爆発というのは核爆発だと言っているのはアメリカのガンダーセンという人です。でその人は本も書いています。福島第一原発真相と展望、集英社で出している本です。でこの本には非常におかしなことが書いてあるんですね。穏やかな即発臨界なんて書いてあります。穏やかな即発臨界って何かってわけです。でよく調べたところはモデレートということで、穏やかなモデレートですけども、そのモデレートっていうのはこれは原子力の用語です。中性子原則を意味します。モデレートな減速するという意味ですね。だからモデレート、穏やかなってことになるんですけど、穏やかなんて訳されたんじゃ何言ってるのか分かんない、だからこれは誤訳なんです。でそこでそのこの著者にの往復はがきで質問をしました。返事があります。誤訳だって言われたら怒っちまったんじゃないかと思うんですけど、しまったと思います。もう少し別の言い方をすればよかったのか。まあまあいいでしょう。でこれと同じことはこの要するにそのモデレートの中性子で核爆発したっていうのは日本では藤原節夫さんが原子力ドンキホーテという本に書いていますね。ただし私はそれは起こってないと思うんです。そうではなくて先ほど言いましたように水蒸気爆発、まあ、あっ途中までガンダーセンや藤原さんと同じ意見です。何時ですか？8時、はい、ちょっとここで一旦止めて何か質問をお願いします。はい、ご紹介しました。フリーライターの中田、はい、フリーライターの中田中と申します。はい、この、3号機の爆発の時にですね、直後の4月11日のニューヨークタイムズで、はい、ここから、使用済み核燃料プールから、燃料の破片と粉末が1マイル先まで、飛散した、吹き飛んだという表現ですからね、日本語で読んだんですけど、吹き飛んだっていうふうに、
書いてるんですね。でその2日後に2号機のところで破片が見つかったので今土をかけてるっていうのがニューヨークタイムズに出てくるんですけど、燃料そのものがこの爆発によってその敷地内あるいはこれ海の方に風が吹いてましたから木の方に燃料そのものが1マイルっていうような規模で、吹き飛んだってことは先生どうか。それはそうでしょうね。そうですか。だからあの破片がいっぱい飛んだから、あのこの先ほども言いましたけどこの500メートルの高さまでこういうものが伸びる理由は何か。それは固体が500メートルまで上がったからだ。要するにドーンと降っとると衝撃力がこの、この固体に与えられればこれが飛びますね。もっと引きずってここまで上がるわけです。だから三段鉄砲を撃った時に三段鉄砲は飛ぶわけですけど一緒に空気も引きずれてそこまで飛んでる。でこの場合は引きずれて飛んでいったものが水蒸気だったからのこういうことになる。だからこれは黒い煙ですけれどもこの煙の中身は何かっていったら水滴です。はい、でそれにそのいろんなゴミがくっついて瓦礫がくっついて細かい瓦礫がくっついていくから黒い色に見えるということになりますね。はい、ですから1号機の爆発と違います。1号機の爆発はですねこれの1の1のところで1号機の爆発書いてますけどもそれはどういうふうに広がるかっていうと横に広がった横に広がったんだけれど2号機の建物がありますからこっち向きにはあんまり広がらなくて逆側のところに広がる。で上側はですねこれは物が飛び上がったわけじゃありませんからこういう蒸気が膨らむんですけども上は気圧で抑えられていて上には伸びない。こっちは隣の建物で伸びない。したがって自由に伸びる側に伸びるから横向きに広がった爆発なんです。1号機の爆発は横に広がる爆発、3号機の爆発は上に広がる爆発。これは1号の爆発の形が違う。この中で本質的なものは 何が違う本質かっていったら瓦礫が飛んだっていうのが基本だからです。瓦礫が飛ばないで水蒸気だけだったら1号機と同じことになる。まあ、もちろんある程度は下から吹き上げればねある程度は膨らみますけどやはり上から押さえるって言っても同じだから気圧で押さえられて上からはというのは上へ持ち上げると仕事がいるんですよ。エネルギーがいる。横はですねスッと動くわけで、ここに建物があったら建物にぶつかって仕事を押し込むのに仕事がいるわけです。でしたがそっちの方にあんまりいかないという形で考えるから横に広がるのが水蒸気爆発、縦に広がるのが物が飛び出す爆発で、物が飛び出す爆発は三段爆発と火山の爆発がある。で火山の爆発に似てるということになる。それでチェルノブイリ原発事故の爆発もその爆発です。だからあれは水蒸気が爆発した。で水蒸気が爆発したんだけれど違う、核燃料が臨界になってその熱で水蒸気が爆発して、だからあれは2000メートルも上がった。要するに瓦礫が2000メートルも吹いたってわけですね。こっちは500メートルです。でそのチェルノブイリは2000メートル吹き上げた。その2000メートル吹き上げたからあれですね、逆転層の上へ吹き上げたものですから逆転層に乗って西ヨーロッパに襲ったということになるわけですね。もう一つだけ、はい、これ全然本とか読んでわからないのは使用済み核燃料プールに私落ちたとしますよね、はい、そして資料地をついて使用済み核燃料プールに触れたとしますよね、はい、でこれその物理学の方ではなくて、お医者さんが書いてる本なんですけどもこれ1万シーベルトって書いてるんですよ、はい、そのぐらいの理解でいいんですか。それはすごいですよ。
そうすごいですよね。で、寿司用済み燃料ってのはそとんでもない状態です。とんでもない状態。はい、わかりました。はい。はい。あの先ほどの産業のなんですけど、はい、黒曜っていうのはプルトニウムがあるからってことですよね。何が黒い色？黒い色はどんどんゴミです。プルトニウムって。プルトニウムも含むけども、そのプルトニウムがあるからではなくてゴミがある。あの使用済み燃料プールが粉々になってゴミとして飛ばされた。もちろんある。あ、もちろんあるけど、うん、だけど黒いのはプルトニウムの色ではないです。ゴミの普通のゴミの色。ゴミってはい、だダンダンセンさんが触発臨界爆発ってはっきり言ってますね。はい、そうですね。はい、だから触発臨界だけど、だからそこには減速した中性子による速発臨界というふうに訳さなきゃいけなかった。それが入らない、うん、穏やかな速発臨界なんか変です。はい、だからそういう意味で訳者が間違えたんです。穏やかななんて訳したのは。だからガンダーセンは何も本当に間違い、どうなんだろうと思って書いたので、聞いたのですけどね、返事はなかった。で、藤原さんに聞いたら、いや、これモデレートですよ。はい、またよくわかんないんですけど、3000度に上がったっていうのは、その使用済み燃料プール の, あのウランがどんな形で、なんかあれですか、そのこう接触したり、なんかあったから3000度になる、うん、ですからね、あの水が入ったり出たりして、こうそれであのそこからの地震で壊れてたところに水が入ったり出たりして、で水が入ると臨界になるわけですね。で、臨界になると今度は水が押し出されますから、そうするとあの止まるわけです。だからあの11時まで、6時頃から始まって11時頃までにかけて、あの臨界になったり止まったり、臨界になったり止まったり、こうしたんだと思うんです。で、それで最後に11時1分にドカンって、で、そのどんどん崩れていったんでしょうね。この臨界になったり止まったりするたんびに、そしてその結局最終的にはあの水での臨界になって、そしてあの3000度になってドカン、水蒸気爆発になっちゃった。あのチェルノブイリ原発の方はですね、あの2回爆発があったんです。で、2回の爆発は説明できまして、ソ連の原子炉、大きな原子炉ですけども、それがまずですね、下で爆発飛んで、燃料の塊の下で臨界で、それでこれが持ち上がって、今度落ちて上での臨界になって、そしてドンと吹き上げる。だから2回あったと、それはちょうど2、3メートル持ち上がって落ちる時間かと思われますけど、だから2回の向こうのそので、そしてその時2回目の爆発が放射能をばらまいた爆発で、2回目の爆発は燃料の上の方で起こったものですから、原子炉の壁ですね、壁にべったりウラン燃料がくっついている。つまりウラン燃料が溶けて周りに、溶けてというか気体になって周りにくっついたというのがはっきり見える核爆発が起こった。で、その核爆発のでだけではなくて、水蒸気でドーンと吹き上げたという形がチェルノブイリです。で、今回の3号炉 の福島の場合はそれほど強烈でないんですね。だから、まあ、その上へ持ち上げる力も500メートルということになって程度しか上がらなかったから、逆転層の上へ飛んだのでなくて、あれで逆転層の上に飛んだらもう随分遠くまで行くと思いますよ。だからそれがいかなかったっていうのがもう、ただしこの次の話しますところの4号機の話とも関連があるんですが、カリフォルニア大学サンディエゴ校で、
あれは硫黄の35が見つかったりという話もありますからね。だからアメリカまで放射能が飛んだっていうのは本当なんですけども、他には、はい、ちょっと些細なことで、今回には直接っていうかあんまり言ってはないので吉田所長のテレビ会議の発言ですけど、はい、あの水素爆発のところの爆発の水蒸気、あ、水蒸気爆発の後ろの爆発っていうのは言ってないと思います。あの言ってない、あの水蒸気だと思いますって僕は何回もその場面聞いたんですけど、いやいや聞いた、あの、そうすると、あれが、翻訳が間違えてる。爆発が今起こりました。多分水蒸気だと思いますっていう、まあ、その最後とかちょっと順番が逆かもしれないですけども、水蒸気だと思いますって彼は、言ってるというふうに私は聞いた。聞きました。何回も聞きました。正確には、多分水蒸気って。そう。僕はこの原点というか、この文章でやってますからね。だからこれは違ってるということですか、最初大変大変大変って言って、それから、3号機で爆発、多分水蒸気で、それをという方です。それをここで翻訳した人はちょっと文章に爆発でつけたんですね、はい、あ、そうですか。まあ、僕は聞いてないから、やっぱり引用するとすれば文字になってるものを引用するんで、まあどうしましょうかね。やっぱり文字じゃなくてその発言をやった方がいいですよ、ね。だけど僕はしないですでもそれはやっぱり事実として、やっぱり文章に書かれている文章が一人歩きしてしまうところがよくあるんですよ、そこはやっぱり一人歩きしてたことの一つですね、これが、ね、そうですね、もうすでにそういう意味でね。そしてじゃあこれは爆発を消せばいいですか。爆発だと思いますも言ってないんですか。水蒸気だと思います。いやだから水爆発が起こりましたって言ってるんですよ。多分水蒸気だとですか。そうするとここで爆発消せばいいだけですか。18ページ2つ爆発ってことがあるけど、水蒸気にはついてなかったです。水蒸気の後ろには爆発という言葉はついてなかったから、この正確にするとすれば水蒸気だと。だからこの爆発を消して、で後ろの爆発は今起こります。爆発が起こりましたって言ってます。あ、これ言ってるね。じゃあこれここを取るね。はい。これはインターネットで流れてるので確認できますので、じゃあ皆さんがそうおっしゃってるならそうです。はい。まあ事実としてこれ先生が確認した方がよろしいです。はい。それでちょっと私資料とのわからないんですけども、はい、藤原さんは核爆発だというふうに、まあ、西田研究所の研究で言っているその事実を持って、ジアさんはそういうふうに言っている。アンダーセンも同じように言っているんですよね。でも先生は、この水蒸気、いわゆる核破裂による熱で浸した爆発だと、いわゆるそれを確保して水蒸気爆発というふうに言っている。核爆発と水蒸気爆発のこの大きなこの何て言いますか、その接点、その仕分けた証拠というのは何かあるんですか。3000度です。まあその程度です。つまり3000度のレベルでは核、藤原さんが言ってるような核爆発はとんでもない、そんな低い温度じゃないよという意味ですね。はい、そうですね、はい、爆発するんだとやはり1万度は必要でしょう。そうすると、で実際の原子爆弾の場合は100万度ですからね、うん、はい、3000度レベルであったらば、はい、まず核を勉強している人だったらば核分裂によって生じた色ではないということですね。核分裂で生じたもの熱です。核分裂で生じた熱だけれども爆発にはなってないということで、3000度レベル、こんなオレンジ色のレベルの色ではないよと、うん、そこが物理をやってる人は、あるいは核分裂とかそういう
をやってる人はその温度ですぐ分かることだというレベルの送電、うん、はい、そうです。藤原さんそのレベルどうして分かってないんでしょうね。あの人白いって言ってます、うん、そう白色だって言ってます。 あと飴みたいに溶けてるのは1万度あってって言ってるんですよ、ね、先生は、うん、白いって言ってます。なんか自身の彼は白いって言ってますね。ちょっと写真を見たらどうなるの。オレンジに近いです。オレンジでしょう、ね、でもワイロンって白色に近いって白色に近いオレンジになったら1万ドルになっちゃうんですから。いや、このその辺のところはもうあのなんですそれぞれの好みですね。分析する色なんていうのはさ、あの分析すればすぐ分かる。分析だから僕にはできないから、だから土が違うよ、これはこうだよって誰かが言ってくれればその時に訂正することになると思いますけどね、まあ、どっちでもいいじゃないですか、こんなの。ということあんまり大した問題ない。大したことないっていうのは、そうか、うん、はい。あの核燃料、あ、使用済み燃料プールは一応水で満たされていたんですかね、その頃の。で、そして私はちょっと待ってください、考えれば余震がかけられてこういう反応が始まったみたいな。いやね、あの水がなくなって水がなくなってとの燃料が崩れて、それでそこに水が来て臨界になってる。そうすると水がなかったの満たせなかったらものすごい線量がそこからできたことになるんですか、ね、うん、だから実践だから水がないからの空間に向けて、あの先ほどのご質問の話ですよね。そこからこのガンマ線はいっぱい、うん、出たと思うんですよね、うん、でそれがそのガンマ線が跳ね返ってきて、そのモニタリングポストのカーのガンマ線になって出てるっていうのはその前にもあるでしょう、きっと。ただまあ距離がある程度ありますから、まあ、数値的にはその1万シーベルトみたいなことではならない、うん、はい。だけどもあの通常でないガンマ線を、つまりあのモニタリングカーで測定したガンマ線はそばへ飛んできた放射能のガンマ線のほかに、使用済み燃料プールが水がなくなったことによって飛び出してきたガンマ線を含むというふうに考えた方がいいんじゃないでしょうかね。だけどそう詳しいことまでそんなこと言っても、はい、想像にも増やすだけのことになるかしなかったというわけです、はい、はい。15ページの図3の2を見ますと水素がパーツになっているんですが、図3の2は、ああ、これは原点ですか。この水蒸気爆発じゃないです。いや、これは水素爆発って、これは僕の書いた図じゃないんですよ。でここに書いた空白っていうのは私が書いたんですけど、はい、丸の中、はい、この水素爆発はあのこれはホワインが書いたんです。はい、このそうですね、このこっちの水素爆発もそうですね。これを消さなかった理由はこの場所っていうのは重要な場所だから消さなかったんですけど、消してもよかったですけどね。まあ、本来的にはこう高橋慶郎がこういう11時29分に言った言葉がそのまま転記されてるんですよね。はい、これで全部統一することにしようと、ね、はい、高橋慶郎はどちらかというとこういうイメージなんだよね。この爆発そのものについてはその中性子が出てるかどうかということについてもあまり信釈しないで、はい、いいじゃないの、こんなことっていう感じです。よくそれが一人歩きして水素爆発してこれ禁煙されてるけど、実態は核爆発か水蒸気爆発かどちらかの判断で水素爆発ではないっていうことが分かってるっていうことですよね。はい、そうですね、うん、はい、じゃあ次に行きましょう。そこでですね、
蓋の開いた原子炉が核暴走し熱水を吹き上げた4号機。今何分ですか？8時20分です。はい、わかりました。それでですね、あの4号機の話に移りますが、4号機についてはですね、爆発が多数回あるんですね。1回だけじゃないんです。15日の6時と9時に2回ありました。それから16日から後にも何回かある。で、接水として天井がその都度の崩れが追加されているわけです。で、そこでそれをどういうふうにこれを見るかという問題なんですけども、その東電は3号機から水素が運ばれてきて、それが爆発したと。それには証拠があると。ちゃんとその流れた経路をたどってくると、放射能測定がの放射能がのそちらの方に流れてきてるのが分かると言ってるわけです。で、まあそれに反論するだけの証拠もありませんから、それを仮に認めるとする。で、認めるとしてもですね、認めるとしても、もしそれで水素爆発が起こりますと、1回だけになるのは、そのやわなのあれですから、あの構造ですから、穴ぼかいてしまったら次に水素たまりませんので、その水素爆発だということにはならない。で、ただしですね、4号機は4回も5回もあんまり放射能で汚れてないんですよね。だから水素だけ来たということになると、フィルターで越されてから入ったとしか言えないから、その点どうなるのかこれから調べることになりますけど、まあそこのところで争わなくても1回だけでいい。で、ところで水素爆発はスリーマイル島原発事故で有名になったんです。で、スリーマイル島原発の場合は格納容器の中で3回爆発がありました。で、なぜ3回爆発したのかというと、スリーマイル島原発の格納容器は非常に強固に作ってあった。で、つまり飛行機が落ちても、あれは、ハリスバーグ空港ですか、ハリスバーグ空港 に来る飛行機が落ちてきても、格納容器が壊れないように頑丈に作ってあった格納容器だったので、そして天井は持った。しかし持ったけれども、よくよく調査をしてみたら、天井は熱損傷してるんです。だからもっと強く3回に分けて爆発したから、なんとか持ったけども、1回爆発だったら天井は穴開いたろうと。で、そこで日本の原発はスリーマイル原発よりも格納容器は弱い。したがって日本の原発で格納容器爆発したら大変なことになるというのは原子力関係者の間で常識だった。で、そこでまだらめ、でたらめさんが何言ったかというと、核の容器には爆発を起こしませんよ。核の容器は、加圧水型は空気が入ってますけども、沸騰水型は空気じゃありませんから爆発しませんって言ってて、格納容器で爆発することしか彼の頭でなかった。格納容器の外に水素が漏れた時にどうなるかということについては考えてなかった。それから菅の総理に嘘をついたことになって、あじゃあつって頭を抱えてしまうことになるというわけですけれども、そういう種類の問題があるんですが、この爆発ですけども、どこで爆発したのか、何が原因で爆発になったのかというのを考えると、この4号機のその5回ですか、4号機の5回、4回の爆発はある分かったと。要するにそれは仮に水素だとしたら点が開いてるからそれでいいと。で、そこでその天井が含めてひどく壊れている現象、それは5回のいろんなもので考えることがあって、一つは使用済み燃料プールの爆発だと。だけど当時は使用済み燃料プールの爆発と
いうふうに言われてたけども、そうではないということになる。で、事実あの使用済み燃料を取るというので、今は使用済み燃料じゃなくて新燃料を24体取り出しているから、使用済み燃料プールがあの壊れているものではない、爆発、そこで爆発したのではない。で、第二番目にあのシュラウドあのを入れるところで爆発になっている。そこでその23ページにこのポンチを書いてきましたけど、あのつまり使用済み燃料プールとの原子炉のあのウェル、あの原子炉のウェルってみその部分と、それからDS ピットっていうのがあって、DS ピットっていうのが先ほどのシュラウドの置き場です。で、こういうの3箇所あるわけですけども、3箇所のうちの使用済み燃料プールでない。DS ピットにはシュラウドみたいなの入ってるけれども、シュラウドっていうのはあの核燃料の多いです。で、核燃料、あ、それ書かなきゃいけないですね。核燃料の多いの、要するに炉心を包む多いですが、それの交換をすることになっていて、それの新旧が DS ピットに入っているはずだということになる。で、その2つでないということになると、真ん中の原子炉しか存在しないわけですね、爆発するところは。で、あの残るは蓋の開いた原子炉であるということになる。で、そこでその これがこれから東電が一生懸命弁解するのが始まるんですけど、あの今度覗いてみて写真を撮りました。写真を撮ったら、そこにはあのこの通り綺麗ですという写真を見せたわけですね。あの そこが綺麗になっている。そしてランプの光が綺麗に映っているわけ。そこが全く綺麗なんです。だけどよくよく考えてみると、同時に撮っているあの使用済み燃料プールですね、それは汚れているわけ。で、そうすると違うっていうわけです。あの同じ海水入れたところですね。で、海水の中に泥があるわけですよ。海水の泥が沈着して使用済み燃料プールがもう汚れ切ってるから、光を反射なんかしない。で、それに対してこちらの反射してる。それからもう一つよくよく見てみたら、3号機の爆発が起こりまして、そこでゴミが飛んできてるわけです。使用済み燃料プールの方にはゴミが散らばってるんですよね。で、それに細かい瓦礫って言うんですか、細かい瓦礫が散らばる。ところがあのこのプールじゃないや、原子炉の方はそのものないということになると、これは偽物だしたなということになるので、そしてまたあのということになって、もしの東電の言うことを信ずるとすれば、どこでも爆発起こってないことになっちゃうんです。で、どこでも爆発起こってないことになったら、どっかに嘘があるに決まってる。どこでも爆発が起こってないとすることに嘘があるということになるわけです。で、その嘘を発見しようと思う。そうすると何の問題になるものは何があるか。第一に、4号機の定期検査の検査工程表が提出されてない。検査工程表というのは誰にでも見られるものなのです。で、の3号機の場合の検査工程表は私も持ってます。あの検査工程表って何するかっていうと、定期検査です。定期検査でこういうことを何日にやりますという、あの図なんですね。何日から何日までこの工程、何日からまでこの工程って、こうか書くのがある。で、それが4号機出てないんです。で、出てるのは言葉で出てるんです。の言葉で何月何日に何をしますなんて書いてあるんですけど、言葉で書いてある、工程表じゃないんです。で、あの作業するときに工程表っていうのは非常に重要でしてね、言葉で書いてあるのじゃなくて、しっかりとの 表になってる。それ出さないのはなぜか。それからもう一つは、あのシュラウドが存在してないのです。原子炉の中に公開された原子炉のとシュラウドは新旧両方あるわけですね。そのうち新旧両方のあるシュラウドはどこに置いてあるかって言ったら DS ピットにあるんですけど、これがまたちゃんと提出されているように私は思ってください。
あのそれから3番目です、テレビ会議なんです。テレビ会議はですね、あの全面カットです。3月15日の6時から後、要するにあの150時間のテレビ会議がありましたと、そのうち49時間をあの公開しますって言って出してるわけですが、それはどこで打ち切りになってるかというと、15日の6時で打ち切ってるんです。ところが15日の6時から4号機の爆発です。そうすると4号機の爆発は公表したくない、のテレビ会議は公表したくない、悪意がここにはあります、全くの闇の中ということ で、それを何とかして引きずり出してやろうと思って書いたのが、この後ろのそれの22ページから23ページ、24ページとこういうことになるんですね。で、その東電が何をしているかというと、まずいろんなのを複数に言うんですけども、あの燃料の発表がむちゃくちゃですね。燃料の発表は一番最初に言ったのは、使用済み燃料プールに燃料は783体ありますと発表したのが3月の16日、そしてあの4月の12日に1331体したわけです。で、その差の数字を見てみると548体。この548体っていうのは原子炉の中に入れる燃料の数と同じ。なんだこれってことになりましたね、この時ね。で、その次に今度はさらに一月後、この1535体、5月10日ですね、あの1535に変えるわけです。その時に204という数字が出てくるのです。で、そしてそれをよくよく調べてみると、どういうことになってるかということ、204体っていうのは180足す24なわけです。で、その180ってのは何かっていうのは、あの新燃料、時期に使う新しい燃料の数で、24ってのが出てくるわけです。で、24って何かって、この前 の使用済み燃料を取り出したのが24体、これが使用済み燃料じゃなくて新しい燃料ですって言って24体取り出した。よくよく数字が全部合ってるんですよ。で、ともかくだけど、それにしてもですね、核物質の管理がまるででたらめだっていうことです。核物質というのは、あの義務としてあるのは、発電所から出入りするときにその数をしっかり IAEA に報告するという義務もあるんですけど、発電所の中で、事業所の中であっち持ってき、こっち持ってきするのは、報告しなくてもいいようですから、したがってこんだけの数字のあるものがあっち行ったりこっち行ったりしてたって、それはいいのかもしれませんけれども、しかしあまりにもこれひどいというのがあるわけですね。で、そこでそのもう少しその中身を見てくるというわけです。で、そうすると、格納の、使用済み燃料プール、その温度がどん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 上がってるんですね。3月の、3月の17日には使用済み燃料プールは84度だったけれども、それが23日には91度になる。そして、もう一つは何だっけ、100度になるのがありますね。で、そのともかくどん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 使用済み燃料プールの温度が上がっているというのも一つの事実です。それからもう一つは、防衛省の、 あの技術研究所がヘリコプターを使って、この上の
放射温と写真を撮った。そうすると原子炉の上が28度、他が22度だった。3月の23日ですか。つまり原子炉の上で温度が高いというのがこの時出てくるわけですね。それからもう一つ話として出てくるのは、カリフォルニア大のサンディエゴ港で大気から硫黄の35が見つかった。この硫黄の35っていうのは中性子が塩素に衝突すると陽子が飛び出して残りが硫黄の35になる。で、硫黄の35っていうのは半減期が87日あるわけですけども、こういうのが見つかったということは塩水と中性子が反応したというわけですね。で、塩水をいつ入れたのかというと4号機と3号機の入れた日にちがあるわけです。で、その3号機の入れた日にちはこの3号機が核分裂反応が終わって核燃料が飛び散ってから回収入れてますから、これが中性子と反応してるってことは考えられないということになると、4号機で中性子が出たということになるわけですね。で、ところで、そのところが、じゃあ中性子が出たというけども、この時の中性子はどこで測れたかっていうと測れてない。なぜ中性子が出ないかっていうのは実は理解可能な。なぜかっていうと、この図の号を見ていただければいいんですが、この深さがだいたい20メートルあります。この炉心までの深さで、その20メートルも水を通っては中性子は外へ出てきません。したがって出てきても少量しか出てきません。したがってそれは測定できなくても別に不思議でないから、中性子が測定できないから、この核爆発になった臨界になったと言えないとは、言えないということですかね。で、結局のところこれが臨界になって熱水を噴き出したというので、このポンチエということになるわけです。で、その水が、その熱水が飛ぶわけですから、熱水 のその粒が、粒っていっても大きな粒ですけどね、それがぶつかった天井だとか壁だとかが落ちるわけですけど、それがぶつからなかったら残ってるわけです。で、さかしたがって4号機は3月の15日に天井が半分ぐらい落ちたんですね。天井板が、それから壁も壁はほとんど残ってた。その次に何日か経ったら、今度は天井は全部落ちて、で、壁は半分ぐらい落ちてることになってということを説明することができる。これは何かまとまって水蒸気でドンと押し上げられたのなら、1号機と同じ 水蒸気 爆発ということになるわけですけれども、水素爆発、水蒸気爆発ということになるんですが、この場合は熱水だからバラバラに落ちても別に不思議ではないということになります。で、そこでそういうことを言った上で、この東電にこの嘘を白状しなさいと。そのためにそのテレビ会議を公開しなさい。まあ、だけどそのこと言ってもこれじゃダメだから、もう少し強い言葉で迫ろうと思いまして、24ページの下の10行分に、慌てて回収した新燃料24体の疑惑、ここなんですけども、使用済み燃料の総、先ほども途中まで言いかけたわけですね。使用済み燃料プールに存在した新燃料の総数、これは204体で、204体のうち180体は残したままで、だけども、で、24体だけども、その180体というのは、これは時期に使う燃料です。で、残りの24体って何につまく使うつもりだったのっていうわけです。で、そうするとその
燃料として使うのでないということになりますと、それにもかかわらず使用済み燃料プールに運び込んでいたということはどういうことかということになると、それは照射実験用だということですね。照射する、それに中性子を当てて見るものだ。で、中性子を当てて見るものだとすると、これ普通の燃料じゃなくて天然ウランである可能性がある。これで向こうはピンとくると思うんです。天然ウランに中性子を当てたら何が起こる？ウランの239ができるんです。普通の燃料に当てたらいろんなものが邪魔して大変だけども、天然ウランが一番いい。だから高速増殖炉はブランケットという部分で核兵器材料の239を作りますが、これ天然ウランなんです。高速増殖炉の炉心の部分は普通の燃料を使います。だけど外側は天然ウランを使う、濃縮ウランを使う。で、そこでですね、この天然ウランを使ってすることというと、例えば24体をどういう方法で使うのかというのを言っても、例えばです、6回実験できるんです。4本ずつですね、原子炉の真ん中に入れるんです。で、そして2、3日中性子を当てたらやめたって下してる。で、また新しいの、また2、3日やったらやめる。そうすると6種類取れるわけですね。で、それを見たらどういうふうにすれば天然ウランから239が取れるか分かるわけです。で、普通軽水炉で核兵器材料は作れないことになっていますけども、なぜ作れないかっていうと、軽水炉に蓋をするからです。で、蓋をして、その蓋をまた取って、そんなことしてたんじゃ手間暇かかってしょうがないから、だから軽水炉では軽水炉でも蓋を何回も開けたり閉めたりすれば核兵器はできるのですけど、核兵器材料はできるんですけども、そんな面倒くさいことできないから天然ウランからではできないということになりますけれども、原子炉蓋しないんだったらもう簡単に数日ぶつけちゃ燃料と交換して、数日ぶつけちゃ燃料交換して、これならもう簡単ですよ。一番だから軽水炉で、僕今まで勘違いしてました、核兵器材料のプルトニウムというのは東海原発、あれはガス炉ですね、あそこで作ることはできる。あるいはだから民間利用と兵器利用の両方できる原子炉です。それからもう一つは高速増殖炉でこしらえる。で、それからこの2種類、それが一番核兵器材料のプルトニウム239というのをこしらえる方法ですけども、それよりもっと簡単だったんですよ、軽水炉でこしらえる方法。つまり蓋しなければいいだけだから、で、ほんのわずかしか出力を上げないから、で、しかも周りでその周辺で取るというと中性子の濃度が少なくなったところで作るんですけども、東海原発なんかはそうして作れるわけですが、それはイギリスでそれで核兵器作ってたわけですけども、原子炉の真ん中での中性子でこしらえるわけですから、本当の短時間照射できるわけです。で、だから一番簡単だったんですね。で、原子炉蓋開けて臨界にするということができる、それは今回のこの話の今の4号炉のこれを見ればできるわけです。だってこの図の5、23ページ見ていただいて、これ出力が上がったからこんな爆の突発を起こしたけど、出力上げなかったらいいわけですよね。だから
外へ中性子も出てこないし、で出力上げないから放射能もあんまり出ないし、で放射能があんまり出なかったらそれはあの少しあのあそうそう普通のあのあれですあの炉が汚れるよりもちょっとしか時間に運転しないわけだから、出力もあんまり上げないで熱をあんまり取らないで、だから冷却する必要もないわけ、そういう簡単な方法があるということが分かりました。でそれを露骨に書きすぎるのもなんですから、この程度にしといたわけです。あのことによると天然ウラン、この24ページの下から5行目ぐらい、ことによると天然ウラン燃料だったかもしれない、だから慌てて回収したのだろうって書いてやったら向こうには通じる。でそれでもテレビ会議出さないって言うんだな、これもの まるでの悪いことしてる。この疑惑を天然ウランだったのだろうと、この疑惑を解消する方法はただ一つですね。それは天のテレビ会議を発表すること以外ないですよ。あのこれがそうですなんつってて取り出したものね、取り出したものこれがそうなんですなんて言われたって、それは本物って言われたんじゃ、説明したことにならない。したがってあのそのテレビ会議を発表すること以外に彼らはこれを証明する方法がないというふうに思ったので、慌ててこの従業を書いたというわけです。これがどこまで聞くやらどうやら、でこれがこれをタンポポ社のパンフレットに書くことができるかどうかはタンポポ社に判断してもらおうということですね。そもそも相手は呼ばないでしょ。読ませる。あのもうちょっとこうあのこれウルトニウム239を福井市で作ってたっていう形になるんですよ、これは。そうです。だからこれを書かせて、これを僕はこのパンフレット売ってあるから。そのプルトニウム239を福井市で作ってたら大センセーションなんですよ。そうですよ。だからそれだったらもうちょっとビシッとはっきり福井市でプルトニウム239を作ってた可能性もあると。いやいや、可能性もあるというのをここで書いたわけだけども、これこそれをね露骨に書かなかった理由は、そのテレビ会議を引っ張り出したかったからで、はい、むしろ露骨に書いた方が、だからそれはここに書きましたね。この担保者のこれはこの文章ですけども、担保者データを読み解く会っていうのを今担保者の中に山崎さんや原田さんや何人かの人たちで担保者の中で作ってます。でここの会で議論したことをここに書いてるわけです。でその書いてるんだけども、ともかくこの4号機っていうのはその大変ですよ。その証拠も何にもなくていろんなことを言わなきゃいけない。で唯一の証拠は何かというと、先ほどあの温度が原子炉の温度が28度であって、その周りが22度であるということしか証拠がないんです。はい、どうも。じゃあもうの討論に入ってますのでお願いします。だからそういうこともあってね、あの踏み込みすぎるのはできない。先生はこうやって気がついたものを、ね、やっぱり気がつくのは中性子をそこまでウラン燃料に照射する部分でこういうプルトニウム239ができてしまうということをね、この少なくともタンポポ社の読者はある意味で市民ですよ、ほとんど。市民にひょっとしたらそういう疑義もあるよっていうようなね書き方の方が市民がこう気がつきますよね。だからことによると、でまあそれでね向こうは気がつく。
何を言って言おうとしてるのか。で、そしてまた踏み込みすぎるわけにもいかない。つまり踏み込みすぎるとね、土田は嘘ばっかりつく男になっちゃう。可能性、そんなことあるわけないじゃないのって。そうでしょ、こんなことあるわけないんですよ。つまりこんなことあったら、あの IAEA の、 あれ査察無意味ってことになる。ところがね、 IAEA がさせてるかもしれない。そしてまた天然ウランの燃料棒はどこで作ったかというと、そのあれで、そのそこら日本のどっかのウラン燃料工場が作ってるのないかもしれない。イギリスから持ってきたかもしれない。そしてそれをそっくりそのままイギリスへ返すつもりだったかもしれない。あとはイギリスでやってください、東電は場所貸してするだけです、でどういう出力条件でやりましたっていうだけにしてる、しようとしてたかもしれない。でだから敵は IAEA ってこと。そしてイギリスの燃料、イギリスの核燃料開発の団体、製造団体、そこでやらせてるかもしれない。これきっと日本では分のあれします、しないつもり。こういうことがあったところで日本では最終連絡しませんよ。みんなさんのことはしたら大変なことになるのは分かってる。だからこっそり燃料を運び入れて、こっそり燃料を持ち出してしまう以外の方法はないわけです。だからそういう種類のことまで踏み込んで僕が書いたら、そりゃ失敗した時には土田大原だけ吹こうと思うんだけど、だからそれは断然注意してくださいっていうのが、担保者の読み取る会の原田さんやその他の人たちの意見なんです。だからそういうで向こうには分かるけど、でだからこういう慌てて回収の部分にしたんですけどね。だからこうやって話するところでやりますよ。これを講演するときに使うときにはやりますよ。だけども文章にはしない。というのといかがですか。まあ今アメリカがこうやって東海村に保存しているプルトニウムを返せと言ってきてるぐらいなんで、うん、このプルトニウムがこれだったらどん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 出てきてしまうようなっていう形になったら、それこそ日本が軍拡のアメリカの規制に関わらない自分たちが作り始めたというふうにアメリカは最も危惧することですよね。そうですね。でそれと同時にですね、これがこういう方法での核兵器材料が作れるということになったら、軽水炉の輸出は絶対できなくなります。だからそこまで踏み込むのはテレビ会議が出てからです。そうでしょ、ベトナムに原子炉打ったらベトナム核兵器を作れることになっちゃう。あえてチェレンコフ効果って言うんでしたっけ、青白い光だから、それはもうすでに水の中で核分裂反応を起こさせるのはもう大昔からの出来事で我々知ってるわけですから、軽水炉の入れるものそのものを使ってやろうことはできるんですよ。低出力中性子を使って、だからそれはもうだからできるのは分かってるわけで、天然ウランを入れるってところがミソですね。天然ウラン燃料っていうのは東京電力が持ってる燃料じゃないんですもん。だからそんなものを東京電力が持ってたら大変なことになる。だからIAEA に気づいていただくということになりますね。明石委員長ですか、天野か、天野委員長か、天野事務局長か、
東電って不思議ですよね。あのデマ、本当のデマみたいなのすぐ否定しますよね。うん、去年の大晦日に、うん、核爆発が3号機に近いで2回起こった、うん、だからすぐ否定するんですよ、はい、で私はもう2011年の7月に3号機のプールはないって書いてるんですよ、うん、存在しないって書いてるから、うん、そんなもん活字にならないと思ったし、うん、なったんですね。でも、うん、そしたら当然すぐ連続すべきですよね、プールあるぞって言って、うん、でもうクレームゼロなんですよね、うん、だから本当に否定できするものなら否定してください。そうですけど、本当にそういう、はい、だからそうでなかったら無視する。無視する、はい、だから無視させない程度に僕は講演をして歩きますから、あっちでもこっちでも。音を消してますよね。あ、爆発の音を消してる。ああ、それもありますね。アメリカでは聞こえてる。はい、だからあのテレビ会議のやつでしょ。はい。テレビ会議が切れるってとこあるじゃないですか。はい。あそこが要するにディスクがなくなったっていう説明は絶対納得できませんよ、ね。はい。もうディスクが入れ替えるのもないからその後のないっていう説明ですね。それがちょうど6時だ。あれ2号機の機器もあそこの辺からです。はい、じゃ これで今日は、それであの3の3月の2月の2月の時にこのこれはもうすでに皆さんに口を話してあることをもう一度繰り返しすることになりますけども。これでも科学技術化原子炉工学、これをまとめて3の1、3の2、3の3をすることにいたします。この中全部凝縮しているというわけですね。これは1と2は事実を主にしていただいたわけですか。以上でした。はい、ありがとうございました。では皆様大変お疲れ。